んが今飲みに行かんけどさ、食べまるよ。飲みてみてみよー。家族学校やな。今日は焼き鳥パーティーです。じゃあ食べなくかい。焼き鳥パーティーです。何は今日はダブルデートですね。お母さんとお父さん、はい、タグをするカップルとキャピーミップです。マツコちゃんです。かわいい。恋バラの渋谷。恋バラ、恋バラ。最近キュンとしたエピソードを発表会しようじゃん。どえっキュンの話じゃないね。エミリーの話をしてて、エミリーバイアグラ飲ましたら男とエッチできるんじゃんって話になった。どういうこと？男じゃないの？女はどう？それバイアグラ本能的に試しちゃってエッチするっていう作戦まで。確かに基本的に本能で動いてるんだよな。それが変えるとは知らないんだよ。やってみたらいいかい。いやいや、もう最近ちょっとだけしないと。なんで誰から話しまったらするわ。いいなと思う人が来ました。でもその人が仕事関係だった場合、言うてさ、そこまで仲を深めることができへんやん。こと言ってさ、そこで主演しただけでさ、ご飯行きましょうとかも変やんか。そっから先が分からへん。仕事これからも一緒になる感じ。可能性はあるけど、そんな長くとかじゃないし、やるとして単発やなって感じ。踏み込む。どうやって踏み込むの？ちょっと、家どこなんですかとか、好きなご飯屋さんとか聞いて、ご飯行きましょうよ、今度みんなでとか言って、ご飯さ、そう。でもその関係性として、みんなで行こうって感じじゃない人。しかもこの人一人で仕事に行くから。変やと思う。よかったら、仕事の話聞いてほしいんですけど、ご飯行きませんよ。ちゃんとうちのこと言ってる。しかもなくない。完全に好きじゃないのよ別に。なんかでも仕込みでたありかみたいなとか現れましたでもそれでさ自分が誘ってさ、あでもやっぱり違うなと思った時にさ、なんかエミもよく好きなんかなみたいな感じで思われてさ、まあ誘われただけで好きって思う人おらん。そうだね。知らなかった。いないよ、中学生じゃん。そんなそのキャラでさ動画とかもし見てたりとかしたら大体わかるやんか。でも男そんな考えてないかも。だから行って仕事の話とかたわいもない話して、エミリンがありやなとか楽しいなと思ったら2回目誘って普通に自分のプライベートの話して、3回目4回目でちょっと会めんどくさ。みんなさ、策略組んで恋愛進行させていくの。エミリーの俺のこと好きだからって、お前の嫌なやったらそれぐらい。いいやん、別に思われたもん。やりづらいやん、今後。やりづらいけど、やりづらくないぐらいの勢いで、自分がちょっとなんか軽い女ですよぐらいで言ったから。だって彼もそんなのできるわけないよ、私。そんな勝手にできへんかった。でも多分4回、3回、4回行くのもさ、ちゃんと好きになってなかったら、それこそさ、絶対途中で折れて、何やったこの回ってなるやろ。2、せめて2。結局さ、仕事の話で相談があるんですけど、別にそんなやろ。それを言う空間がエミリーは辛いと思う。しんどなって、だるなると思うから、エミリーの直球で変なことしたらいいと思う。自分が好きな話して、あっちがそれで食いついてくれたら、ラッキーよ。仕事とかやったら逆に構えちゃうよね。何の話ってなられると思う。と思う。最初は誘い文句で、仕事の話聞きたいんで誘うよ。仕事の話になったら、みたいな。別に怪しいでもなくていいけどね。仕事の話とかちょっとだけするけど、別に普通のたわいもない話で、楽しかったら、なんか、そこがたわいもない話だけどね。何も言わずに普通にご飯行きたいですって。うん、それでいい。いやそれは無理や。なんでよ。でもそれぐらいの勇気や。女の子もいいって言ってるやん。別に、普通に聞いてほしいことあって、みたいな。だってないじゃん。ないけど、で何とか言われたら、まあ後で言う。俺それめっちゃやばい。絶対気になるもん。構えていく。だって、エミニーやで。適当に言ったやん。恋バーの動画の方向性でちょっと並んでて、どういうのがいいんですかみたいな。悩んでないけど。早々にその話終わって。さ、というわけで。だからフランクな感じで言うんやったらもう行きましょうよぐらいで言うと思う。相談あるってなったら、え、ってなる。フランクのスタートの方が次もね、そうそうそう、仕事からスタートしたら次も仕事じゃん。連絡先持ってるかも。でも仕事の連絡しかしてない。今度実空いてませんみたいな、ご飯行きませんみたいな。でもエミリンが言ったら下心あるように見えへんから、だってもうエミリンに俺見られてるから絶対思われない。そういうもんなんや。うん、思わない。今はだから YouTuber エミリンしか来てもらえてないわけやから、それを女の子なんやみたいなとかしか見せないから。別に普通に可愛い格好、可愛い目が来ていくだけで女の子に見られると思う。だって動画の時ふざけたりしてるのに、普通にしてるだけで女の子に見えるって。逆もやな。だって普通の時普通に女の子に見える。なんかめっちゃ急に陰キャラが入ってるな。なんかそれにさ、どういう時に男の人って、あ、この人ありかもみたいな。こういう瞬間にさ、ゆかちゃんのこと付き合いたいとか思う。え、けどよく遊ぶようになってからじゃない？最初の時点で恋愛対象に。いや、まあ最初からそうじゃないと、グイグイなんないの。でもじゃあ最初の時点で絶対違うかったらさ、そこから変わることもないってこと？ゆかは違うかだけど。それは女の子。あなたの話してる。それは女の子。いっちゃ最初やねんって、男って。心理学系の話から言って。ああ、どうぞ。ほんまに新しいところに行って、新しい自分を見せて、全部新しい感情を回したら、脳的に新しい自分に変わるらしい。だからマンネリーカップルが行ったことない旅行とかに行って、うん、新しいこと一緒にチャレンジとかしたらマンネリーが解消されたりするし、だからめちゃんとか女の子に見せるとかそういうことしないと。じゃあさ、期間空けた方がいいってこと？それ一番いいと思う。成人式効果や。ああ、じゃあさ、これで、ね、今すぐ行動を起こさずに。でも今も行くの？いやいや、だって別にめっちゃ怖いから。別にさ、最初印象悪かったし、最初こんな感じで意外といいやつやんやったら逆に下がることはないから。ないと思う。そっか、こういうの見せたらギャップとしていいんじゃない？だけちょうだい。けどそれは雰囲気とかにもある。ほんまにだから何も気使わず、うん、ちゃんと笑ってちゃんと楽しんでほしい。絶対なんで。でも面白い。普通に、普通にただ可愛い、おしゃれして可愛くメイクしてるだけで、普通にワンダースまで来たね。じゃあそれ、はい、じゃあ分からへん。
なんか、はい、教えて。男の子って、こいつ俺のこと好きなんかなって思った方がいいのか、それとも興味ないんやろなって思ってるぐらいの方が逆に興味が出てくるのか。俺には聞いてくれるの？聞いてくれへん。絶対好きって思われた方がいいと思う。ほんま？一回好きって思わせて、うん、行く。好きなんですよ、オーラを出して。出したら多分一回引っ掛けとけば男って行くから。そうなん、まあ、それは。いや、図に乗るかもしんない。エミリー。売れるけど好きかもしんないって思われるかもしんない。でもそこなんでだっていうのもう引いちゃえばさ、まあ、やっちまったなってなって、あっちゃんもっと好きになると。でもそれやるのってさ、一回目の段階だとちょっとハードル高くて。高いね。まあ、それってめちゃめちゃ回数やってからの話やと思う。そうはね。一発目からしたら普通に可愛い女の子でおったらいいから、別に駆け引きとかせる。一発目さ、ご飯行ってからさ、連絡の頻度とか上がったりするでしょ。うん、それで連絡来るかけえへんかありなんかななしなんかなっていうその脈ありポイントをだん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 連絡に設定して脈ありポイント教えてほしい。もしほんまに脈がないなら傷つきたくないから早く次に行きたいっていう人前は私はけどさ年齢的に分からへんの人たち何歳だろう30年齢分からへん別に仕事が楽しい人なんやったら、うん、別に結婚したとかでもな勝利さ結婚してるかもしれないし結婚してるかもしれないそっからだもん、うん、だけどそこを調査するのも大事だねご飯行ってさ確かにだからもっと仲良くなりたいみたいなテンションで行ってさ結婚とかしてるんですかそれはもう陽キャやわ陽キャやわ陽キャやわそれ聞いたことによって狙ってると思われる、うん、あ、そうなのしてるしてへんはもう指輪見て見極めるしでもさ、してないこんなしてへん最近男の人じゃあ誰かもダミーでつけるしかないマネージャーさんとかを仮にこう連れて行って聞いてもらう、うん、でもマネージャーさんって知ってるじゃあスタイリストさんとかヘアメイクとかけどさ、休みの日何してんですかとかでもさあーキーワードが転がるじゃん例えばさ、家族いたらさ家族とどうとかとかなるしさなんかさ、別にエミリーのどの関係の人かわからんけどキー君とかにちょっといいと思ってるからあの人結婚してるから聞いてくださいよそうそうこれめっちゃあんだよなるほどねスパイを送り込むんやえそうだから男が男に結婚してるんですかとか聞くって別に普通やん別に怪しいなって思わんやんなんかそういう行き過ぎたらおかしいけど、うん、浅い質問だけの人の身元確認のためにさ SNS だけでもさ確認できそうじゃない、うん、できると俺昔してたやん好きになった人のこと3人ぐらい集めて SNS 裏垢探すとか怖っ、やってたよ結局 Facebook とかまで行っちゃったらそういうのしたことないか分からへんプロがいるじゃないですか確かに結婚してる方だったらもう諦めつくねそうほんまに久しぶりに一度決め気をしてあでもこの機会はもう7年ぶりの感じやから大事にせなあかんと思ったけどやり方が分からなさすぎて思ってるいいね普通がもう分からへんからこれぐらいの距離感で喋ってるだけで普通にと別の人じゃなくて普通に女の子で、うん、何きっかけで ありかもと思ったの普通に喋っててなんかあ好きじゃあもう、もうそれはいいやなんかさ、今さ、チラの家族さ、テラハみたいやすごい家族よ、これ確かに、じゃあはい、私はほんまにガチで性欲があんまないねんけどそれ以外で恋って確かめる方法は何注意したりとか、そういうみんながよく確かめてない方法で恋か否かを判断する有無はどうしたら分かるの離れていた時に、待ってってなったらもう好きなんじゃない離れるっていうのは物理的に今怖いこういうことがいや、そういうことじゃない分かんないことちょっと連絡してるとするやんこうやって、うん、これも連絡してるとかみたいに言われた時にえ待ってよみたいな待ったらもし出ていたらなるってこといやなるよね今こんなに一緒に待ってるよ遅くなるわいいなそんな感覚ここで生まれてるってなんかすごい奇跡の感じだよね性欲とかチューとか覗いたら一緒に何かをしたいなって思った時は完全にハマってんなと思うだから色恋とかってさあこの人いいなって思うぐらいやったらさ一緒におれたり一緒にご飯行けたらもうそれだけでいいけどさじゃなくてもうなんか一緒にご飯作りたいとか未来を想像できる人はほんまに好きやなとあそれはそうだね未来を想像できる子はいいね、うん、それってさ結婚前提の話だけど結婚前提じゃん性欲とかさなくしたらそうだな、うん、あとその人が熱とか病気とかになっちゃったら助けてあげたいなとか思う気持ちとかもそういう人にしか強く思わないあとその人の成功を心がおめでとうって思うあーそうだなあ確かに女って人の心が強いやん素直に生まれちゃって思い出ってさ大丈夫か、うん、なんかアドバイスくれてる頑張れ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 ちょっとカメラ止めてちゃんと喋るわこれ聞いてるかなこの動画、まあ、いいんじゃない声が届いてたらね頑張れちょっとこの後喋るわバイバイエミリンチャンネルナツコかわいいバイバイ